公爵様、あなたのようなお方はを弾きます。これはメロディーが右から左に移ったりとかしますので、先にメロディーだけをちょっと弾いてみます。メロディーの部分です。右に行ったり左に行ったりしました。今弾かなかった部分は、ちょっとメロディーをお手伝いする部分ばっかりですね。こんな音ばっかりですので、じゃあ、メロディーだけを弾く練習と、今弾かなかった、左のお手伝いする音の練習が終わったら、うまくいったら、からあとはキザポンをします。キザポンはタタタタタタ、バラバラのところもあるし一緒のところもありますので、今まあ両手弾きますので、今からの演奏を見ながらキザポンやってみてくださいね。弾きますよ、うん、一緒にタタタ、弾くようにしてください。では、もう一回聞きますね。一番最初からで指変わるところよく聞きをしてください。長くします。で場所変わりますので、素早く用意して、大きく押したまま、終わったらもう白い音ばっかりの時はもうここで弾いていいですね。ちょっとこういう工夫が必要になってきます。